股関節を畳むという動作と当たるという時間を揃えます。そうするとですか、こういう感じで、では股関節を動かしていきます。ではお願いします。最初、普通に前屈をしてもらいます。はい、この方は今このぐらいです。では、足を曲げた時にできるラインがあると思います。ここのラインですね。ここに、手をこういうふうに置いてもらいます。もう少し下ですね。はい、でこの手を、挟み込むようにしてぐっと前屈をしてもらって、もう一度手を伸ばしてもらいます。さっきより少し行くんですね。もう少しこれをもうちょっと下で、はい、これをキュッとこう挟むような感じで、ぐーっと落として、でスッと手を伸ばすと、はい、指がペタッとつくようになりました。普通に前屈をするときというのはどうしてもこのお腹を曲げてしまうんですね。なのでお腹を曲げてこうやってやるので、この辺の筋肉が逆に、つっかえ棒になるというか、それが邪魔をして手がつかなくなります。ですがこうやって手を置いてこれを挟むというふうにしてやると、長座の時はよく見られるのが、手がつかない人がいるのですが、そういう人は、先ほどと同じでやはりお腹をこう曲げてしまってこう手を伸ばそうとするか、もしくは骨盤が完全にこう後ろに寝てしまって、手を届かせようとしています。でその骨盤をまずこうクッと起こしてあげると誰でも手がつくようになります。ですので、座る時の姿勢としてこういう形でお尻を落とさずにグッとお尻を上げて座るということが、大事になっていきます。次は開脚です。開脚の時も、長座と一緒で骨盤がこう後ろに倒れてしまってこういう感じでやってる人が多く見られます。でそれもやはり骨盤をグッと起こしてあげると、そうするととりあえず立つことだけは絶対誰でもできます。であとは、柔らかいかどうかは、まあそれぞれ、ストレッチなどいろいろしていただければいいんですが、まず座れない人は骨盤を起こすというのがまず大事になります。で、股関節を、ほぐすという意味で、この状態でこう膝を上下させたり足の先をこうくるくる回すというふうにすると、普段の生活で、股関節というのはどうも収まりがだんだん悪くなってずれていくと聞いたことがあるんですが、こうやって動かしてやることでそれがちゃんとしたところに収まるようになります。ですので、こういう状態でこう動かすでほぐしてあげるということが、大事になります。でそれをやった後に、一番最初にやった、前屈をもう一度やると、一番最初にやった時とは全然違う感じで、前屈が楽にできるようになります。前屈を動かす運動を紹介します。まず足を肩幅より少し広く、取ります。で腰を落とします。でここから片方の膝をまず落とします。力でグイッとこう入れるんではなくて、本当ただ落とす。で次にこれを入れ替えるのですが、その時も力でギュッとこう上げてギュッとこう入れるんではなくて、上がってる方の膝を落とす、その反動で片方が上がると。でこれを交互に繰り返していきます。で早くやるとこれがこういう形になります。また雑巾掛けをやってみます。ではお願いします。普通、はい、お願いします。普通雑巾掛けをするときというのはどうしてもこう膝の曲げ伸ばしと足首の曲げ伸ばしで、いいですか、こういう感じでやります。だからこうちょっと抑えられるとすぐに足が滑ってしまいます。それを膝の曲げ伸ばしなどを極力使わずに、はい、股関節をしっかりと動かしてこういきます。そうすると、膝の力ではなくこの辺り股関節の辺りの力が、十分使えて、相手に抑えられても、
ちゃんと相手を押すことができるし、これを使うとすごく楽に雑巾がけができるようになります。では今のタックルなどに応用します。ではお願いします。まず、足で蹴ってやるタックルをしますが、普通どうしてもこの辺の力でやってしまいます。はい、では次に股関節を使って相手を押していきます。今の注意点としては、やはりどうしても強い力で押そうとすると、こういう膝の曲げ伸ばし、極端に言えばスクワットのような感じで押していこうとします。それを膝と足首の角度をあまり変えないようにして、股関節を動かして相手をこう押していくという感じになります。そうすると相手を強い力で押すことができます。では次に股関節を畳むという動作をやってみます。股関節を畳むというのは、この先ほどの足をこう前屈した時に置いた足が曲がるラインのところに手を置いていただいて、例えば右手の場合には、左足の太ももと右足の太ももでこう挟むと、でこっちの場合は反対でこう挟むと。でこれをやるときによく、このまま回ってしまう人がいるのですが、そうではなくて片方の足がこうグッとこうパタンと挟みにくる、それで一応畳むという名前をつけています。でこれを例えば野球のバッティングに応用してみます。ではお願いします。普通野球のバッティングでは、腰がこう回ってからバットが出てくるという指導をします。ですのでそれでやると、このぐらいの力の伝わり方になります。これだとどうしても当たるときには腰が回りすぎていて力が逃げてしまいますので、この股関節を畳むという動作と当たるという時間を揃えます。そうするとですか、こういう感じで僕はすごく楽なんですけど、相手にとってはすごく大きな力が伝わります。ですのでこれを野球に応用すると打球がおそらく遠くに飛ぶようになると思います。では、今の竹刀を使ったのとは違う形でやってみます。まず正対して手を片方出してもらいます。で相手がその手を持ってこの手を思いっきり押してもらいます。はい、どうぞ。はい、でこの場合にはどうしても体がこう寄るだけで、僕には全然力が伝わってきません。それを、手を出したらこの手と肩で作る三角形の形は変えないようにして、股関節を畳むことで手がこちらに来ると。で多いのは、股関節を畳んでも手が遅れる人はいるんですけど、そうではなくて一緒にこう連れてくるという形でやってもらいます。はい、お願いします。そうそうそう、そうするとこれだけで十分大きな力が出ます。しかも力感は全然ないのですごく楽に、こういう動きができるようになります。では次はバレーボールのサーブに股関節の畳みと膝の抜きを使ってみたいと思います。普通のバレーボールのフローターのサーブ、つまり床に足がついている状態で打つサーブですけど、普通はやはりどうしても上げた時に体をこう思いっきりねじって、そのねじり戻しなどを利用してこういう形で打ちます。次は股関節を畳んで打ちます。ボールを上げるときに振りかぶる手の方の股関節を畳み、打ちに行くときに反対側の股関節を畳みます。そして、この股関節、反対側の股関節を畳み終わったときにはしっかりボールを打つということです。ではやってみます。では次は股関節を畳むということの応用をやってみたいと思います。ではお願いします。
バスケットボールに限らないのですが、よくディフェンダーが後ろにいると、でこの人に対してこういう向きでボールをもらった時にこうフェイントをかけて相手をなんとかかわしていきたいという時があります。その時にやはり多くは足両方ともこう踏ん張ってここをねじってこういうフェイントをします。ですのでやってみてください。ここでこうやります。これだとすごくついてこられやすいと。でさらにこうねじった後からやっぱり足を出していくという形になるのでどうしても一歩遅れます。それをここで一つ目のフェイントの時に股関節を畳みます。パッとそうすると体全部がこちらフッと向くのでより相手がつられてきて、でそこからさらにパッとこういう感じで相手をかわしていきます。この時の足の感じは先ほど上で巴でやったようにこうどちらかでこうなるんではなくてその場でくるっと回る感じでフッとこう回ります。この方がフェイントは速くなります。では次は股関節の畳みをゴルフに応用します。ではお願いします。普通のゴルフのスイングですとここから振りかぶるときにどうしても体幹を思い切りねじってでそのねじり戻しを利用して打ちに行こうとします。一度やってみます。こういう感じです。ですので結構ここをねじるので最近のゴルファーは腰痛の人が多いということを伺っています。それに対して股関節を畳むということを使ってみます。まず振りかぶるときは、右の股関節を畳みます。でその動きにクラブが遅れないようにこう一緒についていきます。そしてそこから打ちに行くときは左の股関節を畳みに行きます。でこれも同じで、ここから畳み終わる時と当たるのを揃えます。ではやってみます。こういう形になります。これでやるととにかくバックスイングがそんなに大きくいらなくなります。ほんとこう股関節を畳み終わったところがバックスイングの終わりということになって打ち終わりもこれがこうパーンとこう畳み終わったところが打ち終わりになると。であとはまあフォロースルーは自由にやっていただいて構いませんが、とにかく股関節を畳むことで腰をひねることがなくなるので、腰痛の方にはすごくいい。次は腰の下ろし方ということをやります。ではお願いします。普通にまず中腰というか腰を下ろします。でこれで横から思いっきり押してもらいます。はい、そうするとまあ横の動きなんですごく弱いのですが、次は最初にこうやって前屈をしたと思うんですがその感じでふっとこう沈みます。はい、お願いします。そうするとすごく楽に耐えることができるようになります。はい、これはおそらくですけど膝を曲げるとやはり膝の力だけで耐えようとするのでこれはすごく弱くなります。ですがここを曲げることで体がまとまるというか股関節をうまく使って耐えることができると。ですので大きな力を出すことのできる股関節でしっかり耐えることができる姿勢が作れるということになります。では腰の下ろし方をスポーツの押し合いに応用したいと思います。ではお願いします。例えばまあこれだけ体格差がある場合にバスケットの場合はこれでもやっぱり中に入っていかなければいけないと。その時に普通にドリブルをしながら僕にを押してもらいます。これはやはりなかなか押せないんですね。はい、ですが腰を下ろす時にここを意識するということでそこを意識した状態で下ろしてそれでドリブルをしてもらうと。そうするとはい、このように強く押せるようになります。